おはようございます。ウェザーニュースキャスターの江川さえねです。6月20日水曜日の天気をお伝えします。まずは流れを確認していきましょう。今日は梅雨前線が西から東日本の南岸へと北上していきます。この影響で西日本、東日本では傘の出番となりそうです。特に太平洋側では雷雨の恐れがありますので、雨の降り方にはお気をつけください。また道路冠水や河川の増水の恐れがあります。先日大きな地震の揺れがあった近畿エリアでは地盤が緩んでいる恐れもありますので、急な崖などには近づかないようにしてください。そして北日本です。こちらでも雲が広がりやすい空となります。お出かけには折りたたみ傘をお持ちください。ではアイコンで確認していきましょう。全国の天気です。今日は広いエリアで雲が優勢の天気となります。特に九州から関東にかけて、こちらでは雨が降りやすい天気です。また太平洋側では強まる雨の降り方に注意が必要。沿岸を中心に強風による横殴りの雨の降り方にもお気をつけください。ただ九州や中国エリアではだんだんと雨が降り止んでいきますので、傘の置き忘れにはお気をつけください。そして東京、予想最高気温が21度、また名古屋では24度、昨日との寒暖差も大きくなります。服装でうまく調節を行ってください。以上、全国の天気をお伝えしました。今日も元気にいってらっしゃい。